はい、北海道からお届けします。どうもこんにちは、ヒルです。はい、小池です。今回からね、ちょっとホラーゲームを二人で実況していきたいなって思って、これ最近、はい、7月かな、多分もう最近だね。7月に出た新しいフリーゲーのホラーゲームで理不尽やっていきたいと思います。すんごい怖いね。そう、小池はね結構ビビりで、うちも遊園地とかのお化け屋敷も怖い、ダメな人だから。こういうのも嫌いなんだよね。いけるかな。アヒル、そんな怖いもんないでしょ。いや、まあまあね、あんまり、まあ、怖いっちゃ怖いけど、うん、まあ興味本位で。好奇心旺盛だからな。うん、まあ早速、まあやっていきますか。やっていきますか。初めから、初めから、どうぞ。よし、おお。世界の中、世の中ですよ。あ、世の中理不尽だなって思う時が結構ある。普段は関わってないくせに成績のことになると目くじらを立てる両親、俺がやったわけじゃないのに連帯責任とか言ってクラス全員を叱る、怒る。理不尽なやつばっかだ。その日俺が経験したこと、出来事、理不尽なんてもんじゃなかった。ちょっと読み間違えてください。ある日の放課後のことだ。俺は部活の友達と一緒に備品整理をしていた。なんかホラーゲーだけど明るい感じだね。本当だ。ちょっと俺言う一行。はい。たく、お前のせいでだぜ。俺まで罰食らって備品整理なんてよ。いやー、我々まさか金髪 OK で、なんて読むのこれ。紫髪でいいの。紫髪は NG だとは思いもよらなかったわ。いや、さすがにアウトだろ。まあまあ、そんなカッカすんなって。お前んとこの担任みたいになっちまうぜ。今度なんか怒ってやるからよ。機嫌直せよ。しょうがねえな。アクドナルドのラッキーセット 2回分で許してやるよ。2回多くねえ。ちょっとちょっと。妥当でしょ、今の。しょうがねえな。わかったよ。まあ、練習サボれたと思えばラッキーってことにして、だからやろうぜ。だなぁ。おい、お前ら。悪いけど、これから卒なんだ。明日チェックするから、備品整理サボんだよ。終わったら体育館の鍵を職員室にある俺の机に置いといてくれ。今日はサボり確定だな。だな。体育館広いね。広いね。結構明るい感じで始まったけど。なんか色変わったよ。やべ、もう夕方かよ。ゆう、悪いんだけどさ、俺先帰っていい？は？お前、あとどんだけ備品あると思ってんの？しかもお前が撒いた種だろうが。今日さ、デートなんだよ。な、頼むよ。初デートなんだ。ああ、だからお前妙に張り切ってそんな髪にしたのかな。なあなあ、頼むよ。ラッキーセット3回分。4回分。サンキュー。じゃ、お好き。ああ、友達帰っちゃった。ぼっちだね。普通高校かな。普通だったと思う。普通高校で染めていいの？いいじゃん。
私立。私立だから。やっとあったけど、もう真っ暗じゃねえか。あれとか帰るか。2階南部室1。え、時計12時。え？ああ、疲れた。あとは教室に置きっぱなしのカバン取りに帰るな。職員室は真っ暗やし、もう誰もいねえんじゃねえの？あれ？普通の鍵どこやったっけ？まさか体育館で忘れてか。取りに行くのめんどくせえな。え。うわ。マジかよ。おい、すいません。まだ中にいるんで早く開けてください。え？なんで今のこれ、いたしたか？なんだこれが。お。えぇ？いやもうやだもう。もう怖いもう。60秒後に殺しに行くね。だって。やべえぞ。どっか行ってないと。え？なんであいつ携帯で誰かいるか？あ、携帯もカバンの中か。嘘か本当かわかんないけど、とにかく、なんとかしなきゃいと。操作、ルール説明を読みますか？家の場合すぐにカウントがスタートします。初見だからさ。はい。はい。はい、ね。Z またはエンターキー、設定調べる。調べる。X キーキャンセル。F12 ゲームの強制リセット。そんなこといいんだ。すごいね。X キーがキャンセル。Z が調べる。エンターでもいい、ね。エンターでもいいね。OK。この操作はメニュー画面、キー設定より変更が可能です。メニュー画面ってどうやって開くの？ Z キャンセルね。うん。うん。リセット。右上のカウントが0になるまでに今いる部屋から脱出してください。あ、脱出ゲームか。謎解き脱出ゲーム。あ、そうなの？うん。脱出するための鍵は各マップ内に隠れていますので、探索し脱出してください。了解。メニュー画面起動時やメッセージウィンドウ起動時はカウントが進みません。うん。また、マップ切り替え時にはカウントがリセットされますので、うまく活用して進んでください。え？なんか活用方法。なんか。60秒じゃないじゃん。次のマップ行ったら、また60秒でしょ。うん。さあ、セーブロードを繰り返してもカウントは変化しませんので、ご注意ください。はい。また、このゲームは死にゲー要素を少し含んでいます。探索中はセーブが可能ですので、こまめなセーブをお勧めします。このウィンドウが閉じられるとカウントがスタートします。ああ、やばい。ちょっと待って、メニュー、どうやってメニューですね。F8 かな？え？わかんない？あ、そうなの？ F8。そのウィンドウ閉じてからじゃないと開けないじゃん。はい！おい！はい！え？できない！あ、もういい。なんかこれ光ってるから。うん、まず気になってた。エンター。誰かが薬部から拝借したパッドだ。はい、持っていきますか。パッドについて説明読みますか。パッドについて。パッドは閉じ込められた部屋の鍵を無理やり開けることができます。おー、優しい説明だ。ただし使えるのは3回まで。3回使ってしまうとパッドは主人公が勝手に捨ててしまいます。あら。脱出を試みているけれど時間が足りないという時に使ってみてください。はい。ちょっと待って、これ閉じたら。多分進むよ。もう開けちゃっていいね。開けちゃっていいか。開けちゃっていいんじゃない？いい。あ、ちょっと待って。調べるな。いいよ。50秒あるから。え？何にもないね。これロッカーかな？わからん。あ、そこもロッカーか。急がないと。これよ。いやー。え？ここ進まない。え？ええ、これ喋った喋った、なんかここ、えちょっと開けよう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 
叩く。バッとドアを鍵を叩き壊す。鍵を破壊した。バットが少し凹んでしまった。開いて。よし。どこ?あ、カウントが。勝手に動いてる。よかった、出れた。あ、うちじゃないわ。よかった、出た。やっぱりいたずらだったのかな。わぁ。え?え?こいつ持ってる。やばい、逃げてた。この方は謎の少女、以下、鬼と呼びますが、ユイチを狙って追いかけていきます。より詳しい説明を聞きますか?うん。鬼は一度出現すると廊下、教室問わず追いかけてきます。鬼に捕まるとゲームオーバーです。ずっと鬼に追われている間でも、教室内にいると、60秒のカウントがスタートします。ずっと同じ教室に溜まっていると、時間切れでゲームオーバーになってしまいます。また、鬼に追われている間はセーブ機能が使えませんので、ご注意ください。マジ?これも、終わったら、追っかけられる。どこ行こう?え、だって右から来てるよ。じゃ、左です。ローいや、左行こう。出てきた教室の同じ扉から、頻繁に出入りを繰り返すと、バグの原因となります。また、死亡確率も上がってしまうと思いますので、できるだけ違う場所へ逃げ続けてください。はい。このウィンドウを閉じると検索されます。左。左じゃない?左。行きます。はい。あ!あ、遅い。あ、びっくりした。ああ!やばいやばい。どうしよう、どうしよう。上。うん。めっちゃ怖いんだけど。ああ、まだ来る。どうしよう、どうしよう。どうする?わかんない。これ回れんのかな?上行く?上しか。上行くの?上。待って、まだ来る。まだ来る。くる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 。ああ!マジマジ。ああ!早い。これ。近い。下。待って、どこまで来んの?どこ行く?待って、おい、おい、おい、どこまで来んの、こいつ。わからん。めっちゃ、下。待って、どこ行けばいい?どこ、下。逃げたか。ほんと、まだあいつはこっち持ってたけど。ほんとに殺す気だ。とにかく、早く帰ろう。一階西の正面玄関ならまだ開いてるはず。一階西。西ってどう?左。西は左。うん。北は上として。あ、これか?そこじゃないか?お、来た。いけ。なんか光ってる。どうする?調べる?いかない!はい。怖いもん。開かない。くそ、ここもあいつに閉じ込められて。突然ここから早く出ないと。そうだ、貯金してくれないと鍵がない。ちょっとこれ調べて。うん。校内の案内図。取る。メニュー画面何なのだから。って、X だ。X キャンセルじゃない?いや。アイテム、システム、システムちょっと変えるかな。WASD でやるとか、やっていいかな。できるかな?できなくね。はい、P1、保存。性能アイテムを開いた時のカーソル位置を。ああ、そういうことね。戦闘時なんだね。戦闘すんの?どうする?何これ?リピート何ゲーこれ?もう。死にゲー。死にゲー?ほら。ホラーゲー?サブキ。あーなんか。そこはもうね、全部任せるわ。まあ仕方ない。アイテムを案内図。どれを見ますか?とりあえず一回。今、正面玄関ね。うん。職員室、そこじゃん。正面玄関の職員室が、右し、違うな。下の、下。真ん中らへん。そこに行くが、今。うん。オッケー。あ、もう始まってる。早いよね。下。あ、いない。ここ?ここ、あ、そこ、ここ、校長室、そこ、校長室。あ、ちょっと。職員室。ラッキー鍵開いてる。よし!どれ?いや、探す。返しに、返しとけって言われてたな。正直今そんな場合じゃない気がする。前返したとか。確か、顧問も同じ2年の担当だから2年の先生の机を探すと。どれ?他にも何か、こう出す事件の手がかりもう一つした。調べてみよう。60秒じゃない?だって調べ、エンターじゃないの?何?え?ないの?どこ?
どこ調べ